総合版で作った建築物は別ワールドへ持っていくことができるんです。いろんなワールドで作ってきた建築物を一つのワールドにまとめたり、配布ワールドで気に入った建築物を自分のワールドに持ってきたりと、マイクラの街づくりがより一層楽しくなります。今回使うのはこのコマンドです。コメント欄に貼っています。コマンドを入力して決定を押すと、こんなブロックが手に入ります。置いて話しかけると、キャドみたいな画面が登場。左にあるサイズを適宜調整して、ぴったりドンキーホーテを収めてみました。決まったらエクスポートをしてファイルとして出力。スマホもやり方は一緒です。コピー先のワールドを選択して、ここでもさっきのブロックを置いてファイルを読み込むとこんな感じで